初代タイガーマスク佐山聡のシュートバリトゥード通信教育講座。総合格闘技を目指している皆さん、こんにちは、佐山聡です。シュートと言いますのは戦いを収めるという意味です。総合格闘技において、パンチ、それから投げ、それから関節技、あるいは決め技、これらをすべてミックスさせて総合格闘技を競技化したものがシューティングです。戦いを収めると言いますのは総合格闘技においてのいわゆるスポーツ化を収めるということです。これに対しましてバリトゥードというのは似ているようですけども、同じ総合格闘技でもブラジルの言葉で何でもありという意味です。何でもありというのは、シュートと違いまして、パンチ、キック、投げ、関節技、全てを使っても良いのですが、そこにはルールがありません。ですからほとんど寝技の状態だとかそういったもので決着がつく状態ですけども、これら2つにはいろいろな戦い方のテクニックやそのバリエーション、そういったものが数多数あります。これを皆さんに今日は、全部学んでいただきたいと思います。まず基本であります構えに入ります。構えとは相手と対峙して戦う前の自分の姿です。この姿にはまずいろんな格闘技において、ボクシングにおいてはボクシングの構え方、キックボクシングにおいてはキックボクシングの構え方、総合格闘技においては総合格闘技用の構え方というのがあります。ボクシングという競技性から説明しなくてはなりません。ボクシングとは相手と対峙して手で打ち合うというスポーツです。すなわち手が出るというのが最大の特徴ですけれども、それにはまず前のめりになってクラウチング体制になってますね。それから一番大切なのはステップインです。手でパンチを打つのではなくてステップインと腰のためで、こういうふうに入っていくのがボクシングの競技です。ですからそれに一番入りやすいような足腰、これを保っていき、こういうようなスタイルになりやすくするのがボクシングの構えです。そしてキックはありませんから、ガードを少し狭めにしておきます。広く持っていくとボディ打たれてしまいます。ある程度近距離ですのでボディ打たれてしまいます。ガードを広めにするというのは、狭めにするというのは、反対に言えばキックが来るとこういうふうにもらってしまいますね。蹴りをこういうふうにもらってしまいます。これも大きな特徴です。ボクシングは手の打ち合いのスポーツであるということです。キックやタックルを無視しても一番パンチの打ちやすい体勢を取るというのがボクシングの構えです。キックボクシングをご説明します。キックボクシングとはパンチにキックが打てるという状態です。いわゆる首相撲というのもありますけれども、基本的にはキックですね、蹴りをどういうふうに出しやすいか、あるいは蹴りを受けにくくするかということでアップライトの体勢を取ります。また距離が長いのでボディへのこういうパンチを気にするよりも高いハイキックのガード、こういう広いガードを作ります。から体勢は、蹴りが出しやすいように基本的にアップライトになります。パンチの得意な選手は基本的にまた、ゴブゴブの体勢、あるいはクラウチングの体勢もありますけれども、全体的に基本的に言うことになれば少しアップライトの体勢になります。これは蹴りが出しやすいということですね。これも、パンチだけの体勢ではなく蹴りもあり、それからパンチもある、こういった2種類のものを出しやすくするために、考えられた構えです。レスリングです。レスリングの構えはお互いに組み合って、もしくは離れていてもタックルを取るということに大前提を置いています。あるいは組みつきに行くということを大前提に置いています。ですから低い足腰ですね、足のタックルに入るための低い足腰、そういうものをこの構えの中に伝えています。この構えがですね、この構えで総合格闘技を戦うということも考えられますけれども、この構えの中でこういう足腰を低くした状態でパンチを出すことは、これは
腰が回転しません。またこういう低いところで蹴りを出すこともこれは無理です。それから蹴りもですね、前のめりになってて、こういうふうな形ですごく蹴りを受けやすいと、低い蹴りを受けやすいと。それからパンチなんかもこういう形で入りやすい、いわゆるこういう形で避けるよりもこういう形で自然で避ける方がやりやすいという形の長所と短所があります。ただし相手が組み技だけのフリースタイルの場合にはこういった構えからスタートすることになります。総合格闘技の構えに移ります。総合格闘技ではパンチを打て、キックが打て、それからタックルに入れるという基本があります。もしくは相手のパンチ、キックに合わせてタックルに入ったり、タックルを注意しながらパンチ、キックを合わせたり、そういった総合的なもので、構えが構ってきます。それにはまず、いろんな構えがありますけども、先ほどのボクシングだけ、キックだけ、レスリングだけというのではなくて、その選手のいろいろな作戦によって構えが変わってきます。ですからその今ちょうど中間あたりを、これを全ての基本にしたいと思います。それから戦法によって、自分はパンチを打たなくてタックルだけということにはこのまま手を下げた上も相手がタックルに入ってきたところを入れるようにしたり、それから、キックだけパンチだけで相手をタックルを潰そうと思えばそのまま前を開けてこういう形で前を開けて打っていく方法、それから、自分が総合的に行きたいなという場合にはやはりこの形で、この形であらゆるものに対処していって総合格闘技的に攻めていく形、この中には右でオーソドックスに構え、またサウスポーに構え、いろいろな構えを練習してください。前についてご説明します。各攻撃と間合いというのは非常に密接になってきます。構えもそれによって変わってくると思います。まずボクシングという競技の間合いについてご説明します。ボクシングとはこのパンチの打ち合いですね、パンチの距離、それとパンチだけではなくパンチに対するためのパンチにするためのステップイン、ステップインの距離、大体この攻撃方法は大体このくらいの形になります。お互いに打ち合ってこのくらいの距離で入っていきます。次にキックボクシングになりますと少し上体を下げますのでこのくらいの距離、これはキックを出しやすい状態、この場合の場合にはキックというのは 最大限に生かせるのはやはりすねの位置ですね。すねの位置がしっかり当たるような形でローキックの場合踏み込んだり、こういった少し離れた間合い、したがってパンチも離れた状態から踏み込んで入るようになります。次にレスリングになります。レスリングはまあ構えたり離れたとこから入りますね。それから総合格闘技、総合格闘技になりますと別に間合いがない状態ですね、この離れた状態でもいいです。離れた状態から入っていったり、まず最大限に一番怖いのは相手のタックルです。タックルに対して離れたり、もしくはタックルに入ってタックルの心配がないとき、相手も打ち合ってきたときには自分も中に入って蹴りも相手にこのくらいの距離があればいいんですけども、相手がタックルにしようとしたとき、これは全て掴まれてしまうということになります。全て自分の攻撃は構えと間合いによって全てを作られているということを覚えていってください。では、構えを作ってみます。構えの作り方をよく研究して覚えていってください。まず左足を12時の方向へ半歩踏み出します。この時右足は3時の方向へまず出ています。このハスの状態ですね、45度ハスになった状態を少し戻してやり右膝を内側にします。そうすると自分の3時の状態はだいたい2時半ぐらいになります。この状態を作っていってください。右足かかとは基本的に浮かしておいてください。この時点で浮かしておいてください。次に上体を作ります。上体は半分、もっと半分こちらに寄りますね。
その状態で全身の力をずっと抜きます。これはリラックスをさせるためです。リラックスした状態の構えが最高の構えだと思ってください。リラックスした状態からわずかな力で、このわずかな力で両腕を上げてきます。だいたい拳の高さは目の視線の少し下側、このあたりで、顎を下げていくとちょうど目の視線になります。こういう状態を作っていきます。この時に力が入ったり、力がガードが下がってたり、これはいけません。しっかりした安定した構えで常にこのポーズを取れるように、この時に、キックの場合は広げたりしますけども、総合格闘技の場合はしっかりと。よく行われるのが肘が開く人がいます。肘がこういうふうに開きますね。こういうふうに開くとボディを簡単に打たれたり、もしくはタックルに簡単にボディに入られたりしますので、肘はなるべく軽く締めるような感じですね。ここを締めるような形で、脇を締めるという形で、では構えを作るためにこのステッピングを行います。構えはこの柔らかい状態を常に、試合中は動きますので、これが試合によって動いた状態で硬くなったりバラバラになったりしては、これは構えの役目を果たしません。構えというのはいろんな状況で、試合の状況でいろんな体勢から打てて、どんな状況でも打てるというような、ましたはタックルを切ったり、いろんな状況に対処しなくてはなりません。それには柔らかい構え、これが一番大切なことになります。では動いてこの柔らかい構えを作っていく動作を行っていきたいと思います。左足を前後を大きくさせ、右足をそれに一緒についていくような形で、わざと上下に動き、構えを硬くならないように安定した構えにするためにこういう練習を行います。どうぞ。ステッピングをしていますが、構えは安定した状態を作ります。次に左右へのステップです。総合格闘技では相手の打撃に対して外しながらこのまま入っていくという体勢を作っていかなくてはなりません。そのためにはクラウチングになってタックルにする方法や、相手の打撃を左右にかわして入る方法、かわしながらの練習方法も取り入れていきます。これは左右にかわすというのは、体を上体を左右にするだけでなく、足腰、このステップワークからこの左右の上体が生まれることを皆さん、練習してください。それで基本的には避けた時に、ステップで避けた時に常におでこが相手のパンチ側へ、そしてガードをここにします。こちらの場合はこういう体勢です。足腰を作りながら脇を締め、これを行ってください。では左右です。はい、 OK。 格闘の最中、我々はステップを覚えなくては格闘技はできません。それはですね、格闘の最中はいろいろな方向へ動きます。この時にこういう体勢がどういうふうな動きをすればいいのか、例えばこういうふうに動いてしまうと、もうパンチは打てません、蹴りも打てません。これがこちらに来た時にバラバラになってしまったのでは、もうパンチも打てません。常に最初の構えの通り動くというのが、これはステップワークということです。ステップワークはしっかりした歩幅、自分の一番正しい構えの歩幅を常に安定させながら、安定させながら動いていきます。これを使いますと、いろんなところ動いている途中でも、試合の最中でも、いろんなところでもステップを踏んで打てていくということになります。あるいはタックルに入れるということになります。こういった体勢ではもうタックルは入れません。
ですからステップワークもしっかり覚えなくてはこの格闘技はできないということになります。常に歩幅を変えないということです。歩幅を変えない、このまま1212ではこれは格闘技になりません。常に一緒についてくる、右足で踏み込み、かかとから入ります、踏み込み、この引き足が自然についてくる、歩幅を変えないということですね。このままの体勢で、歩幅を変えずに今度は後ろへ下がります。これは前後です、左右に行う場合これも歩幅を変えません。このまま歩幅を変えずにいきます。次に相手に対して回っていきます。サークリングというやつです。まず相手のサイドに出ます。サイドに出て右足を引いていきます。4分の1ほど変わります。これを一挙に持っていきます。反対に回る場合にはそっと忍ばすような感じで形で回っていきます。サークリング、それができますといろんな体勢へ、いろんなところへ自由自在に自分でステップして動いてみましょう。これはステップワークの基本なんです。ステップワークは踏み込んでかかとから前へ前進していくということですね。帰りはこのまま左足のステップで下がっていくわけですが、とにかく歩幅を変えていかないというのは絶対的な基本です。一定の間の歩幅を保つと、ね、そうです、歩幅が崩れる感覚になりますと、これは崩れている時点でバランスを崩すということになりますね。まあ、バランスを一定に保ちながら動くことが格闘技の基本であると。あ、その通りです。バランスが崩れた、これは左に回る、移動するわけですけども、バランスが崩れた時点で歩幅が広いままの時点で攻撃されたり、こちらが攻撃しようとするときには、全て技が狂ってくるわけですね。ですからこの基本でしっかりと同じ歩幅、一定の間隔を保つということを覚えなくてはならないです。イコールあのバランスが崩れるということは隙ができると。そうです。なるほどですね。はい、足が揃ってもいけませんし交差してもいけない。今度はサークリングなんですが、これは4分の1回転、回ります。下がりながら回ったり、相手を前に出たり回ったり、次に今度は右へ回ったりとかするわけですね。これもあの足がついてくるのが基本ですよね。そうです。相手は試合中足元というのを見てませんから、だいたい相手に分からないようにスッと触れるように、しておかないといけないですね。まあ、ほとんど無意識のように動けないところはいけないということですよね。そうです。これは試合の本当に基本的なものなんですけども、これはフットワークとステップワークを一緒に含めたものですけども、自由自在に、しかし自由自在にいろんなところに動いてていても常に歩幅を変えるということはやってはいけないということですね。常に同じ感覚で前へ出る、後ろへ下がる、横へ行く、こういうことを守っていきたいと思います。自然にこういう動きができるようにすることが一番大事であると。あ、その通りです。常に、注目してもらいたいのは、つま先立ってますよね。で、前に入るときにかかとからパッパッといきますよね。かかとを浮かすことによって素早く動けるんですね。そうです、そうです。前に入るときはかかとにスポンと入っていくという形ですね。ですから、左右に変わっても両方打てるようにしてください。総合格闘技におきまして打撃は非常に重要な位置を占めます。
この打撃とはいわゆるボクシングやキックボクシングのように打ち合いの打撃ではありません。相手がタックルを仕掛けたり前を詰めかけたり外れたりした時に打ち込むカウンター形式の打撃を学んでいきたいと思います。この打撃にはボクシングやキックと同じようにいろいろな大切な足腰の基本、それからステッピングの基本、パンチの出し方、いろいろなセオリーがあります。これらをしっかり覚えてやってください。打撃は単に打てばいいというものではありません。それぞれの打撃の相手の急所、こういうことを急所の役割を考えて自分で打っていくようにしましょう。まず急所を説明します。顎ですね。これはチンと呼ばれる部分です。この打撃の急所はこう打撃が入っていくときにこういうふうなのが入ってきますね。こういうふうな形で打撃が入っていくときにこのまま縦に脳を動かしてダウンを取る方法、もしくはこれは上というところですね。上、ここはサイドからフックなどサイドから入っていき頭を震わせていく方法、もしくはテンプルですね。テンプル、ここで頭を震わせていく方法、もしくはこういう状態で震わせていく方法、これが顔面の急所です。これはノックアウトをするための急所です。バリトゥードで相手を嫌がらせするためにはやはり鼻や目の部分、これらを細かく打っていき相手の顔を腫らしたりとかして相手にタックルを入れさせないようにして、こういったところもノックダウンの急所ではありませんが嫌がらせの急所ではあります。相手のこの部分ですね、頭部の部分、ここを打ちますと今度は相手の方が自分の拳より強くなってきます。ですからここにはなるべく打たないようにします。次にボディの急所です。これは溝落ちですね、よく言われる溝落ち。それからここに肝臓があります。肝臓、これは相手の右サイドだけです。次に腎臓、膵臓、これらは徐々に効いてくるところです。肝臓は当たり具合によってタイミングによって1回で沈む場合があります。この腎臓、膵臓などは徐々に効いてくるところです。それから足の急所ですね、ローキックなどで急所、この辺りに、それからもう一つの急所、正面の急所、膝の少し上、それから内ももですね、ここらに急所があります。これらを全て使っていき急所でない部分を、あるいは自分の目的でない部分をメタやったら打っても、打撃は意味がないということです。打撃にはフェイントがあり、それからパワーで威圧をかけていって打つ方法とかありますけども、一番の基本はタイミングということを覚えてください。スピードとタイミング、まずこのタイミングというのを皆さんビデオで、しか説明できないのでこれをよく感じ取ってください。タイミングとはですね、単に打撃を打つ方法、ジャブというのは一番速いパンチです。打撃を打つ方法、これをこう打ってきますと相手は分かるわけです。ですからパーリングなどで避けてきますよね。相手は避けれます。これをまず外せば、タイミングを外せば相手は自分のパンチが分からずに当たってしまうということになります。ですからタイミングが分かるパンチですね、これはただ打てばいいっていうタイミングが分かるパンチ、これではたとえ当たったとしても、たとえ当たったとしても相手には分かってしまい顎を引かれたりとかしてこれには急所にはなりません。倒れる要素にはなりません。タイミングを外すというのは相手のパーリングを外してこういうリズムで打ってください。こういうリズムです。パーリングして、パーリングを一歩遅らせるようなこういうリズムで打っていきます。これがタイミングのはずです。これがこう当たるのとタイミングを外されたあたりではパンチの効き方、あるいはキックにしてもキックにしても行きますよっていう蹴りで来るよりもタイミングを外した
蹴りで持っていくということを心がけなくてはいい蹴りにはなりません。ジャブの基本的なことを行います。まず柔らかく構えます。この構えた後に一番大切なのはジャブのステップです。右足で踏み込み、かかとの方から入っていきます。その入ったと同時に手がまっすぐ相手の方に伸びていきます。でこの時しっかりガードしておいてください。でそのパンチと同時にこの右足はちゃんと引かれてきます。さっきのステッピングと一緒です。このままリズムを取ってステップとパンチを出すのが一緒になります。またインパクト時では柔らかく力を抜いたものがステッピングによって腰の振りによってパンチが出ていったものがインパクトの瞬間にふんと握り込み、ドンと握り込み、パッと溶けるようにします。ちょうど石膏が瞬間的に凝固された状態を作ります。このままの体勢でこういう体勢を作ります。右足をしっかりと引いてきてください。で打ち終わったら元の柔らかい位置に戻ってください。でこの場合によくある状態として遠いとこから手だけで打ちに行きますとこれはバラバラになってします。ステッピングがまず一番大切で、この左足をどこに運ぶかということを頭に入れてステッピング、右足のステッピングによってステッピングによって打っていきます。でこの後に打った後すぐまた柔らかい状態のところに戻ります。次にストレートを説明します。ストレートはワンツーストレートと言われますけども、まず今と同じやり方です。ジャブでワンで入っていきます。入っていくと同時にこのパンチがこうタンターンと当たるようなつもりでパンチを打っていきます。その時にまずジャブのステップ、入ったジャブのステップしっかりと右足がついてきています。次にこの右足の踏み込み、こういうふうに回転させます。この回転です、踏み込みです。踏み込みによって腰が動きます。そしてその後に肩が動いてきて、同時に肩が動いてきて自然にこの腕がまっすぐ相手に出ています。相手にまっすぐ出ていくようにします。で踏み込みの時にインパクト時にしっかり腰をためて、腰をこのまま打ってたのでは、これは手の力による打ち方です。パンチは足の腰のために取って打ちます。腰をためて打つことを注意しましょう。ためるというのはしっかりと足腰でインパクトを取って元に戻りましょう。このままワンツーストレートはリズムを作っておいて、これを相手がいる場合になりますと、相手には意表をつかなくてはならないわけですから、ジャブで牽制しておいて、ジャブでどこに入るか、そして自分の腰のためをどこに作るか、これが問題になってきますね。次にフックを説明します。フックと言いますのは、基本的にはこのナックルの部分から肘の部分が一体となってまっすぐ相手の顎に入らなくてはなりません。これも腰のためと一緒に持っていかなくては全く意味がありません。この場合にまず左フックの場合は相手の右サイドに入り込みます。この時にこの足は、右足はこういうふうな形になります。でこの時にたまる足ですけども、こういうふうにこっちのたまる足をこのまま返したと同時に、このフックが正確に垂直に相手に対して当たるようになるとはなりません。ですからこう入ってこういう状態を作ります。右フックになりますと、今度はこういった体勢を入る必要はなく、
このままの体勢で、このままの体勢で大きくストレートを打つようなつもりで大きく腰をためながらこういうふうに入ってきます。角度で言えばこの角度ですね。こういうふうに入ってきます。これも相手によってフックはいろいろな種類がありますけども、今言った基本的なフックはこのままの体勢で入って、腰がたまる位置はこの辺りですね。この距離だとこの辺りですね。腰がたまる位置はこの辺りです。右のフックの腰のたまる位置はこの辺りです。ここで腰をためてこう入っていきます。腰をためるところがどこになるかということですね。から肘の出し方よく勉強してください。絞って、これも総合格闘技になりますと、いちいち相手に向かっていって打っていくようではタックルに入られてしまいます。この場合ボクシングのためですと、打ち方のためですと慣れてしまいますから、こういうふうに相手に負担をかけない、自分も負担の相手のタックルに負担のかからない打ち方というのは、今度は腰を入れながら、腰をためるのではなく腰を踏ん張りながら、手だけで打つとタックに入られにくいパンチです。ただしナックアウトもできませんね。できるというかナックアウトも、しにくく重たいパンチにはなりませんけども、相手に負担をかけます。ボディフックは左に一回腰を外しながら、上体を外しながら腰を持っていきます。腰のためですけど、腰のためは今度このくらいになりますね。このくらいの腰のためのところにこういう形で入ります。力を抜いて外し、パンチを相手のタイミングを外してこの辺でためます。で素早く入ってきます。入って出て、はい、はい、アッパーについて話します。アッパーはですね、このまま下から入るわけですから一旦下がります。下がったと同時にこのまま右のアッパーですと、このままこの辺で止めます。腰を止めます。この辺で止めます。で左のアッパーですと、また一つ下がったところでもう一つこの辺りでこの辺で止めます。腰を止めます。止めなくてはダメですね。ですぐ離れていきます。これがボディアッパーになりますと、普通の顔面のアッパーがこのくらいの角度ですから、ボディアッパーになりますとこういう角度になります。こういう角度になります。こういう形、こういう形の止め方になりますね。こういう形の止め方になります。これがボディアッパーです。アッパーというのはまた密着した時に相手をロープなどに詰めてこういう時にも打てます。こういう時には本当にこの状態ですね。この状態です。フックも密着した時というのは、フックもアッパーも全て肘を返していく、肘を返していく。アッパーはこうですね、フックはこう、とにかくナックルが正確に当たるように。こう打ったのではどっちみち効きませんから、ナックルを正確に当てるように。こういったものが必要になってきます。正確なナックルから肘への角度が、特に密着した場合には必要になってきます。はい、次にコンビネーションに移ります。総合格闘技では打撃の前に相手がいるとは限りません。この場合に打撃で誘ってパンチを合わせたりする打ち方をします。例えばジャブやなんかも別に当てる必要はないわけですね。踏み込んで、ただし相手は踏み込んでくると思いますから外してタックルに来ようと思います。踏み込んでタックルに来ようとするところをここに合わせます。
であとはコンビネーションというのか、総合格闘技でコンビネーションを使う場合には相手がタックル入ってきた時に入れさせないで、このままボクシングの打ち方をやってるとこれは全て取られてしまいますから、相手に入れさせないようにして、入れさせないように腰を、レスリングの足腰のような状態にしておいて腰を入れない、いわゆるボクシングの打ち方でない腰のためた打ち方、これを使って打てば取られる可能性が少なくなってきます。相手の取る率が少なくなってきます。これを、一応タックルに対してのコンビネーションとかそういったことで、総合格闘技では捉えていかなくてはならないと思います。では実際の試合からですね、打撃の決まったシーンを見ていきたいと思うんですけれども、はい、総合格闘技において打撃とはですね、いわゆるカウンターの理論なんですね、ボクシングのように同じ、距離感で同じ打ち合いなさいという競技ではありませんので、タックルに行ったりそれからそのフェイントの前を見たりして一発ずつのパンチで持っていくということですね。今のも沈んだのがフェイントになったわけですよね。そうです、この試合も、ゴーの選手、ミンアの選手ですが、これ完全に狙ったパンチですよね、はい、またタックル来るかなというところを、そのままストレートで打ち抜いたという形ですね。カウンターを取ったですね。カウンターです。カウンターの理論ですね、いわゆるボクシングのようにワン、ツー、スリー、フォー、ファイブで言ってないわけですね、総合格闘技の場合は、これもだいぶ、パンチを受けた須田選手の方は効いてしまって、もうなんか、普通の反応ができないような状態ですね。もうこうなりますとね、打倒局のシューティングの理論というんでしょうか、もうほとんど打撃でほとんど決められている、これ首締めも行きやすくなってますよね、まあ、打撃の影響がグラウンドにも出るというのが総合格闘技なわけですよね、はい、これは、打撃で決まった試合なんですけれども、これはですね、総合格闘技におきましてもいろんなケースがあるわけですから、お互いに打ち合おうとしているわけですね、タックルに行かなくて、まあ、これもう効いちゃってますね、かなりね、これはもう打撃の試合ですね、総合格闘技における打撃の試合です、両方とも、もちろんタックルや総合寝技などはできるんですが、この場合両方ともが打ち合って勝負を決めようと思っているわけです ね。こうなるとカウンターの理論というよりも、こうなると、打撃の理論、ワン、ツー、スリー、そういった打撃の理論でちょっとタックルなんかを気をつけようという形の試合の攻防になっていくわけですね。本当このダウンした池田選手の方はタックルに逃げたりするのがセオリーではあるんですけどね、本当はああいうふうに逃げる、タックルに行けばですね、このような間合いでこのようなダウンは割れないですね、結局まあ KO 負けてしまった、はい、次はパンチの避け、いわゆるパーリングというのをやってみたいと思います。パーリングでは実戦では全てをパーリングでする必要はないですけども、目を鳴らしたり実戦でも瞬間的だったり、常にこれは基本的な技術だと思います。まず相手のジャブへの、相手がジャブを仕掛けてきた時のパーリングですけども、相手が動く前に相手の大体の動きを予想して、これも車の運転と一緒ですね、同じ手だけ見てると打たれてしまいます。ですのでしっかりと相手の動きを見て、それで対応するようにしましょう。パーリングは相手がジャブ、左手の場合は右手で内側に落とします。内側に落とします。このまま落とします。相手のパンチはちょうどこの辺りに来るような感じで落とします。これをリズムを使ってやってみましょう。はい、これを落とします。次にストレートのパーリング、ストレートに対してのパーリングですけども、ストレートに対しては内側へ、これをこちら側で払いますと次のパンチがガード空いてますので、これ打たれてしまうことになります。これはやります。あとにあるガードの部分でこちらでガードで落とすのはいいと思いますが、このままパーリングでこういうふうにやってはいけません。そのままパーリング、ワンツーって言ってるのかな、これがパーリングというものです。内側に払い込むというわけですね。次にスリッピングに入ります。スリッピングとはですね、相手のパンチに対して首を少し動かせます。常にパンチをが来た場合に、おでこの生え際が相手のパンチ方向へ向くように、ここに当てられたりここに当てられちゃったりしますと、これはかなりダメージが与えられてしまいますので、外してスレスレで外して次のパンチを、
打ちに行く用意をしておくというものです。これに比べてウィービングというのがありますけど、ウィービングというのは大きく前へ入る、大きく前へ入る、これがウィービングです。スリッピングというのはただ頭だけですね、このままの体勢、これはスリッピングですね。はい、ブロッキングに入ります。ブロッキングは、パーリングが払って内側に払って外したに対して、ブロッキングというのは相手のパンチを止めます、ブロックします。ストレートパンチに対してのブロックといいますのはこのままブロックします、このままブロッキングします、ブロッキングします。フックに対してのブロッキングですね、左フックに対してのブロッキングはこのままブロッキングします、右フックに対してはこれもボディに来る場合もありますね、ボディやフック両方来ていいように脇を締めてブロッキングします。これも実践的に行いますとタイミング的にストレートが飛んできますよね。フックフック、ブロッキングもタイミングで相手のパンチをブロックするということです。スループッシュを行います。スループッシュといいますのは構えて相手がパンチが入ってきます、その時いちいち避けるのではなく相手に対してまっすぐ手を前に出します。この手を前に出して胸を押したり首を押したりするして相手が打ってくる体勢をこう前のめになって打ってくるのを外しながら相手を重心を自分側に寄せ付けないようにしてしまいます。それともう一つはパンチに対して、パンチに対して相手の軌道を外させてしまいます。こういうふうに外させてしまいます。クロスさせて外させてしまいます。このまま相手が入ってきます、クロスさせます。この時に自分のガードが、自分の頭が怖がって、相手に対して怖がってこういうふうなパンチングスループしてるとこのまま打たれてしまいます。当たっても頭の先、こういうふうな感じでガードするということですね。これは左右フック全て、ストレートも全て OK です。このまま今ストレートが入ってきましたね、今フック、それからストレートが入ってきた時にはストレート下側にスループッシュします。スループッシュした場合には膝蹴りとかできますが、このまま体勢で、このまま、もう一つはスループッシュという基本がありますが相手を押すということですね。先ほど言った、はい、パンチ来て相手を押していき左投げ蹴りができるということです。これがスループッシュというものです。このスループッシュは他にも応用が効きます。相手をプッシュするということで、例えば片手でですね、相手が蹴りが来た場合に外しながら、もしくはもう一回来て、外しながら相手の蹴りを、外しながら相手を押すことによって、外しながら押すことによって相手の蹴りを半減させるということ、それからもう一つは、相手がパンチなど入ってくるときにガードで避けていって、入っていく、スループッシュで避けていって入っていく、こういったようにいろんな応用が効きます。次は上体の動きによってパンチをかわし、その中に総合格闘技ではそのままタックルに入るという方法を練習します。これはウィービング、ダッキング、スウェイング、ローリングなど、こういう技術をすべてまとめて、皆さんに、説明していきたいと思います。まずウィービングですけども、相手がパンチが来た時に相手に向かっていき、お辞儀をしながら避けていきます。この場合にも横に避けると、横に避けますと相手のパンチが入ってしまいます。このまま相手のパンチが来て、それを横に避けると相手は次のパンチでこう来てしまいます。もう一回、これまずこのウィービングの基本だとか前へ避けるということです。前へ避けるということです。前へ避けていくということですね。これでウィービングという左右インサイドに入るかアウトサイドに入るかウィービングということです。
次にダッキングですが、ダッキングは相手のパンチが来た時にこのまま下がるだけです。下がるだけです。次にスウェーイングというのがありますけども、スウェーイングは相手のパンチや蹴りが来た時に一回引いて、このまま引いて一応ガードしておきます。肩とこれでガードしておきますけども、引いてすぐ戻るという技ですね。ストレート来て、蹴りが来て、こういうふうにスウェーイング上体を外すということですね。今度は相手のパンチに対してローリングですけども、いろいろな相手のパンチが来ます。それを上体で外していきます。はい、これがローリングです。いろいろな技術をして、これを基本と覚えて、そのままパンチでした、パンチですとタックルに入っていったりとか、そういった技術につなげていきます。パンチングミットを使った練習です。パンチングミットはこのストライキングミットと言います。練習の時はニオンスのグローブや大きいグローブをつけても構いませんが、最初はですね、今日はナックルの当たり方という当たり方を説明しなくてはならないので拳でやってみます。ストライキングミットにですね、ナックルがこういうふうに当たる、これはダメです。しっかりとこういうふうに当たるように、ミットを持ってる方も持ってる方もここで当たってるのかここで当たってるのかを、ナックルで当たってるのかをしっかり、感知しなくてはならないと思います。それから基本的なものですね、すべてストライキング正確に相手に当てるということですね。例えば、腰を溜めていきどこで相手に当たるかと、からフックを返したり、返したり、こういうふうな形で正確に当てていくというのが、このストライキングミットの練習の仕方です。正確に当てていってください。コンビネーションはですね、コンビネーションを練習することによって単発のパンチの練習にもなるわけです。タイミングを覚えるということですね。いきなり打つパンチよりも練習していくパンチがそのまま入っていく方が効くと思います。によって、コンビネーションの練習ですね。今度は、ジャブがステッピングとともに入ります。この足腰が一番大切ですけども、ジャブからワンツーストレート、それから左フック、それからもう一歩入って右アッパー、こういう練習をしてみたいと思います。まずジャブで入ります。ジャブがステッピングとともに入ってる。ステッピングが入った時には右足が必ずこれだけではいけませんね。こういうふうに入ってくるということで、素人の人に多いんですけども、ステッピングを忘れて例えばこれだけですね、手だけですね、これで打とうとしますと、実際試合の時にはこれがこんな流れてしまうパンチになってしまいます。ですからしっかり腰を溜めてステッピングとともに打っていかなくてはダメです。ストレートもそうですね。ストレートもこのまま上体だけで打ってると、これやってますと試合ではやっぱりパンチが流れることになります。ですからしっかりとパンチで自分が相手に対して打ちたいんであれば、しっかりと足腰を溜めて、このまま溜めていかなくては、溜めていく練習をしておかないと流れてしまいます。パンチが流れていくということですね。それからフックにしても、フックの時の流れ方、フックもただ上体だけで打ってますと、これが試合になりますと、なんか当たってるか当たってないか、これもパンチが流れてしまいます。しっかりとした足腰で、今どこに自分の足腰があってしっかりしてるんだというものを考えながら、この流れとともに持っていかなくてはなりません。足腰のためとともに持っていかなくてはなりません。次に例えばアッパーを返すにしても、
アッパーもですね、この手で振り回したり、これでは当たりません。しっかりとした足腰からナックルが正確に相手を打ち抜くようなつもりで、ナックルがね、このままやってみたいと思います。それらを続けていきます。こういうようなコンビネーションを使っていき、常に足腰とともにパンチを強にしましょう。キックに関しての説明を行います。総合格闘技においてのキックとは、大変な武器でもあり、もしくは片足を上げることによって相手へのチャンスを与えるものではあったりします。ですからコンビネーションやいろんなことを考えなくてはなりません。蹴りにはぶつけたり、ぶつけて打ったり、抜いて打ったり、深く打ったり、浅く打ったり、踏み込んで打ったり、返して打ったり、いろいろな蹴りのパターンがあり、また入り方も正面から入ってタイミングで入ったり、あるいは真後ろから入っていったり、いろんなことをその時の総合格闘技の戦いにおいての場面によって変えていくことが大切であるということを説明します。では蹴りに入ります。蹴りのですね、基本的なまず出し方、構えてからの出し方、これは膝蹴りの突き出すやり方なんですけども、これが基本になります。いわゆるこの駒と一緒です。駒を、大きい駒を回すのにまず軸が回転することが一番大切です。これが軸の部分ですね。軸の回転とそのちょっと外側の部分が膝蹴りだと思ってください。この膝から先が駒に紐がついているので、その駒が、紐が当たるのが蹴りだと思ってください。ですから駒を回転させるためのまず基本的なもの、これは蹴りの出し方です。まず構えて、基本的にまず右腕で自分の顔を半分隠します。ガードします。でこの振りで、反動で今度左手を出していきます。反動でこの左手を隠していくわけになるわけですが、この時に自分の足はここからだと意識をします。自分の足はこの辺りから、溝落ちの下あたりから、ここに関節はあまりないような形で意識します。こっからこの部分の大きなものが動いていく。対角線上、真ん中ではなくて相手の対角線上、ここに動いていく形。これはちょうど蹴りを締めるような形になります。股を締めるような形になります。これで入っていき、軸足が、かかとが高く上がって動いていき、腰を突き出していきます。これが蹴りの状態です。軸足を作る状態です。これは蹴りを作る状態です。次に左足で、オーソドックスで左足に構えているタイミングを合わせて蹴る場合などですけども、この場合にはステッピングを使っていきます。ステッピングとは、左足を少しステップさせ、後方にステップさせ、この後方にステップさせることによって右足を出していきます。この時に左手がこういうふうになりますね。この状態を作っていき、タイミングを合わせていきます。いわゆるこれでは蹴りになりません。タイミングを持ってステッピングをします。大きく使いながらこの蹴りを使います。蹴りに待った場合にも、蹴りとはまっすぐ入る
コークスキュー系の蹴り、サイドから入り抜く蹴り、大きく回して蹴る蹴り、膝蹴りによっていわゆる駒の軸である膝蹴りによって蹴りはどんどん変わっていくことです。まずローキックの基本です。相手に対し右で蹴る場合は左サイドへ出ていく、自分で左サイドへ出ていくということですね。それで深く入る方法と浅く入る方法、総合格闘技におきましてはもう先の方でもいいと思います。先の方で打ったらすぐ戻す、深く普通に構えて打ったらすぐ戻す、いわゆる相手も打撃で来た場合に踏み込んでいきすねの奥で蹴る、これは相手が打撃の時です。この踏み込みを、あるいは踏み込みでない場合でも一番注意する場合は打撃に行った時にタックルに入られるということですね。タックルに来てバン、これを注意しなくてはなりません。ですからタイミングを外してタックルに来て、こういうようなことも総合格闘技では考えていかなくてはなりません。また当てる場合はすねの外側ではなく内側の部分、すねで当てる場合はこの部分を使っていきます、あるいはこの部分を使っていきます。ミドルキックは総合格闘技において最も危険な蹴りの一つです。危険と言いますのは相手につかまれやすいということです。深く蹴る分には、深いというのは奥の方ですね、深くこちらの方で蹴る分にはすごくボディに効くようなところです。効く蹴りです。浅い蹴り、この辺で蹴る蹴りはあまり効かないのですが足はつかまれにくくなります。ですから状況に応じてまずこの効く蹴りを使うのか、もしくは浅い蹴りで返してしまうのか、この両方を考えてください。まず基本的に深く入り、こちらに入り、すねで持っていき返す、この蹴りを覚えていきましょう。ハイキックも基本的には深いか浅いか、もしくは返すかということで決まります。また全般的な蹴りにもやれることですけども、蹴りでのモーション、相手も打ち合いで、僕たちは打ち合いますよという感じですね、打ち合いますよという感じの時にはこのままパン、これでもいいんですけども、相手がタックルを来るかもしれないという時の場合、これはカウンター形式で打っていかないと相手につかまれてしまいます。例えば今と同じようなタイミングで僕が打ちますよというタイミングで来た場合にタックルね、全部取られてしまうということです。これをカウンター形式でこのまま蹴っていかないと相手には取られてしまうということです。もう一つは全く外した状態、このまま入った状態で後ろから入った状態でタックル、こう入っていったりとかしますけども、基本的には打ち合う時のキックボクシングの時の蹴りとシューティングや総合格闘技の時の蹴り、このカウンターの理論というものをよく考えて、打つようにしてください。蹴りとは膝蹴りの角度によって変わってきます。そしてインパクトでは抜くということです。蹴りを抜いてインパクトする、それはちょうど駒を回転させた時に駒の先に紐をつけた状態で、その紐が相手に当たるということを意識してください。これは、回し蹴りとかも普通コークスクリューもそうですが、インパクトの体勢で軸がこの足になります。この足が回転していき、軸足が回転していき、このまま蹴りのインパクトの手前ですね、インパクトの手前で軸は
反対に回転させます。反対にストップさせます。このことによってこちらからの蹴りが勝手に伸びるということになります。いわゆる駒が回っているの状態をそのまま駒をストップさせ蹴りを抜いていくということです。紐をスポーンと駒から抜いていくということです。このインパクトのタイミングをちょうどイメージで言うと相手の、止まっている状態で3分の1半分ぐらいこのくらいに自分の足が突き抜けているというイメージをしておきます。そうすることによって構えてね、でここに蹴りますからね、ここ蹴りますからね、構えてこういうインパクトを作っていきます。こういうインパクトですね、抜くインパクト、軸足から抜くインパクト、こういうインパクトを作っていきます。これが回し蹴りになった場合はもっと大きくなりますけども、回し蹴りの場合は相手がタイミング的には相手にもよく見た相手には見られてしまいます。ただしこういったような目隠しやいろんなキックの攻撃によってこれが見えにくくなります。大きく動いていくということです。大きく回して蹴るのと軸足の返し、これが回し蹴りですね。回し蹴りをもう一回、インパクトはまっすぐ、ボディに対してまっすぐのイメージをしておきます。軸足、軸足、次にコークスクリューですけども、コークスクリューとはコルクの線を抜くときの用具ですね。こういうふうに回転していきます。すなわち足がまっすぐ入ってこういうふうに回転していくわけです。完全なコークスクリューとは、完全なコークスクリューとはまっすぐ入ったこういうインパクトになります。こういうインパクトになります。これはただぶつけるだけですね。こういうぶつけるような形、ただし相手に対してまっすぐ入っています。またコークスクリューを全く抜く形にすることもできます。コークスクリューでまっすぐ入っていって抜く形を取ります。これは速くて抜ける、これはハイキックなどでよく使える技です。で完全に返す時の構えですね。今度ハイキック、返す時の構えです。軸足を返して腰も返していきます。いわゆる普通のコークスクリュー回し蹴りなどでは、こういった形ですね、こういう形ですね。これをコークスクリューの場合は、コークスクリューの場合は、コークスクリューの場合はこのままの体勢で返してインパクトを取るということです。軸足を抜いてインパクトを取るのは回し蹴り、ということです。抜く蹴りですね。今度は浅く蹴るために返しながら蹴ってみましょう。返しながら、返しながら蹴っていくという方法です。もう一回、こういういろんな種類の蹴りがあります。では実際にミットを使ってぶつける蹴りを行います。ぶつける蹴りはだいたいこのくらいのインパクトですね。すねを相手に向かえるようにしてこのくらいのインパクトを取ります。次に抜っ蹴りいきます。次に返す蹴りいきます。浅く返す蹴りいきます。浅く返す蹴りです。
では抜く蹴りで回し蹴りとコークスクリューを使い分けていきたいと思います。まず回し蹴りのタイミングを見てください。回し蹴りを見ててください。次にコークスクリューです。膝蹴りについて説明します。膝蹴りには、多種多様な状態でいろんな種類の膝蹴りがあります。まず長い距離での膝蹴りですね。例えば相手がパンチを打ってきた時ですね。パンチを打ってきた時に対してこのパンチを外しながらの膝蹴り、これはロングの膝蹴りですから、そのままの状態で長い体勢でこのまま合わせていきます。次に中間点でこういう状態でクラウチングになった時に体勢の相手がこう来た時に膝蹴り、これは中間の膝蹴り。それから相手が組んできた時の、あるいはこういう状態で組んできた状態、組んできた状態的には膝蹴りの基本はちっちゃな膝蹴りに入ります。ちっちゃな膝蹴りの基本は線を描くだけです。相手を少しクラウチングにさせてここに膝頭で線を描くだけです。こういった多種多様な膝蹴りを使って総合格闘技にします。ただし組み合っている状態ですと膝は片足を上げるという状況になりますので、相手にタックルに入られた場合にこれは膝の状態ですぐ倒されるということを考慮しながら総合格闘技では膝を入れていかなくてはなりません。組んでの膝蹴りですけども、膝蹴りはですね、こう組んでこの普通の状態からただ単にこう膝蹴りを出した場合ですね、この場合は片足になってますので相手に倒されてしまいます。これを防ぐためにも膝蹴りはただ出すだけではなく、相手を崩してから、首相撲の場合は相手を崩してから入れる、あるいはこの組んだ時には相手に、大きな膝蹴りを持っていかないで、このくらいの膝蹴りで相手に足を取らせないようにしたり、片足を上げるわけですから相手を崩していったり取らせないようにして打つということが大変非常に重要な、足上げということになります。キックに対するガードを説明します。ガードとは腕によるガードから足によるガードというのがあります。これらを2つ合わせて行うわけですが、まず腕によるガードを説明します。ガードはまず第2の避けとして肘が急所、この守り、手がこちらを守り、顔面を守り、これは狭く守りますと一緒に持っていかれますから少し広めにして持っていきます。こういう体勢を取ります。そして深く沈めます。それ第1の避けとしてこちらの手のひらです。この両手でこういうふうに避けます。でこのまま受けていたのでは一緒にズンと持っていかれますので、これを軽くこちらに外します。軽く外します。相手の蹴りを見ないようにして避けなくてはなりません。これは基本です。相手の蹴りをいちいち見ていたのではフェイントにかけられて当たってしまいます。自動車の運転と同じで障害物をいちいち見ないで運転するということです。ある一点を見つめながら障害物を外していくやり方と全く同じです。相手の目線から胸元のあたりの自分の好きなところを見定めておきます。このままの体勢で蹴りが来たらこのいちいち蹴り足を見ないで、ミドルならこの状態、ハイキックならこの状態、そして体を半分こちらに合わせながら蹴りを使っていきます。こういう受けです。まずミドルでこういう受けをやってみましょう。こういう避けです。これに伴いローキック、実戦ではローキックが来るかミドルが来るかハイキックが来るかわからない時がいっぱいあります。そういう想定をしておいて、まずローキックを絶対にガードしておくということですね。ローキックのガードは相手の蹴りに対して
こちら側から足を上げ、自分のサイドでクッションを作ってやります。クッションを作ってやります。相手に直角に入るようにしてクッションを作ってやります。この状態です。これがまっすぐの状態で、この辺でクッションを作りますと軸足も一緒に持っていかれます。ですからこの辺りでしっかりとした状態のあたりで、この辺りをクッションを作ってみましょう。これの状態で一番大切なのは、次にミドルが来たりハイキックが来たりしてもローキックのガードはしておくということです。ミドル、すなわちミドルでローキックを避けてもいいですし、ミドルの避ける避け方で、ミドルキックを避け、ローキックを避ける避け方でミドルキックを避けてもいいですし、それがローになってもすでに全てを対処できるような体勢を整えてなくてはなりません。ただこの蹴りの避け方に対してですね、次に、相手をキャッチする方法ですね。次に相手が蹴ってきます。蹴ってきた時に外して避ける方法、まず相手が蹴ってくる方向に対して外すわけですね。戦いの最中に相手が蹴ってきます。それを外して蹴っていきます。あるいは実戦ではそのまま掴める場合もあります。ですからここからの対処方法も研究しておかなくてはなりません。からキックのキャッチには、こう避けたり、こういうふうに落ちてきたのを避けたりとか、いろいろな場合があります。また最大の防御としては、相手の蹴りが入ってくるのを避けて、避けてそのままタックルに入る、こういう方法とか、相手の前に出たりとかサイドに引いたりとか取ったりとか、掴んだりとか、いわゆる単なるガードだけでないキックの防御法というのも、総合格闘技では必要だということを覚えてください。その他打撃の防御としまして、ストッピングがあります。ストッピングはいろんな種類がありますが、総合格闘技においては膝へのストッピング、相手がパンチを打ってきようとします。こういう時に止めてきます。もしくはバランスを、相手が入ってきた時に対してバランスを崩し、もしくは相手はもうそれ狙ってきますから、そのまま来た時にパンチ入ってきた時に外してこのままタックに入ったりとか、そういうこともできます。キックボクシングの場合などでは、相手に対してボディへ前蹴りを、これで間合いを外して、間合いを外して蹴っていったりとかしますが、そのこれを取られる場合があります。これを取られる場合があります。これに注意してボディは作っていかなくてはなりません。あるいはクラッチングの状態ですと、胸に前を、前蹴りを外してストッピングをさせていく方法もありますが、総合格闘技の場合では取られるということをいつも常に頭に置いて、ストッピングは行った方がいいと思います。打撃のですね、はい、総仕上げにマススパーをやるって技術を確かめるというのがあると思うんですが、はいはい、いわゆるそのタックルに入るにせよ、総合格闘技へ向かう格闘技にせよ、これあの反応なんですね。相手の出てくるパンチに対していかに自分が反応できるかという練習ですね。で反応のうちからその総仕上げ、反応して足腰をしっかりさせてパンチが打てるかどうか、これはあれですよね、とりあえず限定パンチだけに限定したマススパーリングということですよね。はい、これはパンチというのは非常に動かなくてはならないし、特に反射神経が必要になってくるわけですね。だから相手を読む力も、これは非常に練習やっておいた方がいいと思いますね。あとはまあ総合格闘技はキックもあるんですけれども、やっぱりタックル組み技がありますから、はい、パンチの重要性っていうのはキックより高いわけですよね。高いです、相手はパンチ入ってくるところにタックル入るわけですけども、蹴りが来たところには掴まれてしまいますからね。あとこれ、画面上では画面でやってますけれども、一般のこれをご覧になっている方がやられる場合は、はい、ヘッドギアをされたりとか、ということをされてからやった方がいいわけですね。そうですね、なるべく危険のないように、別にこの打ち合っても怪我してもしょうがないですから、ね、あとはパンチもヒットさせるというよりは当てるタイミングをつかむということですね。それとです、特にパンチのタイミングでは自分の足腰がどこにあるか、タイミングの位置
インパクトの位置にどこにあるかということを、決めたりとかですね、避けるにしても、下半身をちゃんとビシッとして、正確な上半身の柔らかさを使えるかとかですね、そういった方を見た方がいいと思いますね。あのヒッティングの感覚をつかむのはあのパンチングラブだったりサウンドバンドだったりということですよね。それはもうむしろ、はい、自分のバランスの見るトレーニングだと。そうです。これは今度またキックを入れた、マススパー形式です、ね、あ、はい、もうキックボクシング蹴りを対処してますので、体も、必然的にアップライトになってますよね。もうこれ完全にキックボクシングのマススパーは、はい、その通りです、はい、こういう練習もしておいた方がいいです、実際総合格闘技の中でこういう形で試合やるということは僕はあまりお勧めしませんけども、まあどうしてもキックと同じような形になってしまうんですけれども、はい、気持ちの中ではタックルが来るということを想定したりして動くのがベストということですよね。常にそうですね、